その手はメダルを、産後の骨盤を、働く人を支えた。自分体メンテナンス、体ファクトリー。ご紹介させてください、佐々木のぞみさんです。よろしくお願いします。気づいたらちょっとなんか施術をしてもらって、さらにこうアドバイスしてもらえるとすごくいいですね。ですかね。うん。そういうのも心がけてね。確かに。終了になります。お疲れ様でした。ありがとうございました。ありがとうございました。今回は、施術する方の手を私がカメラで撮ってます。本当にプロの施術する方が、整体をしているんですが、その整体されている方を見ていて本当に気持ちよさそうな顔をしてていいなと思いながら、見てました。やっぱりこう、そうですね、食事は大切にしてますね。食べたものがやっぱり体になるので、やっぱりお野菜とかお魚をよく食べてますし、あと白米も大好きで食べてます。毎日お水をまずたくさん飲むことと、あとは、白米を食べて元気をつけて、あとは、そうですね、ルーティンというか基本的にはこう姿勢を気をつけてます。やっぱりこう疲れてきたりとか、こう集中してる時ってこうぐーっとこう背中が丸くなってしまうので、あ、いけないと思ってるってこう意識して姿勢を正確な方にするっていうのをやってます。体のことは、20年前から意識はしてると思います。新体操をやってたんですけど、その時も姿勢とか、こう何でしょうね、体重管理とかすごくやっぱり気にしてやってました。はい、なので体は永遠のテーマですね。はい、もう体の例えばサイズとかっていうのはずっとこのデビューした時から全然変わらないですか？なんかそうですね、変わらないといったらそれは違うかもしれないですけど、やっぱりこの何でしょう、なんかやっぱ年齢を重ねるとどこにお肉がつきやすくなるとか、なんかそういうところがいろいろ変わってきてはいるんですけど、その度にやっぱりこういろいろ変化して体を治すとか、変
変化に合わせて体を整えるっていう風にしてます。なのでこう若い頃とまた違うけど、今の自分に合ったこう体の整え方を勉強してます、うん、それでまた体ファクトリーさんも一緒に手助けしてくれる、うん、そうなんです。やっぱり自分でやるよりは本当に整うので大切にしてますね、うん、助かってます。体ファクトリーさん20周年おめでとうございます。佐々木のぞみです。骨盤ケアができる整体サロンとして信頼を置いている体ファクトリーさんが今後新たなサービスを展開し変革していくことを楽しみにしています。皆さんこんにちは、佐々木のぞみです。今回プロの方々の素敵な手を撮影しました。整体師さんの真剣さが伝わってほしいなと思います。ぜひ CM をご覧いただきサロンで体感してみてください。